それ以上のレベルに行きたいなら絶対必要なものあれは取るべくして取った不正室の天才が現れるのを待つのではなくて作るトップの。 選手なんかを見ていると感じることは踊って帰ってきた後もう今日はこれで大丈夫あとは最後までいけるからっていうのを何人かのトップ選手に言われましたもう自分の踊りが最高によくできてるからこれ以上あなたに手を入れてもらうところはないですっていうことなんですねはぁーって思ってあ、自分の体が整ったのは分かったんだっていうのを知った時にあ やっぱりトップ選手っていうのはそういうふうにして自分の体の自己管理ができるんだなだからこそトップなんだなっていうふうに思うんですね今コンペなんかで体のケアをさ,てさせていただく日本の選手でも例えば橋本君とか浅村君小林君とかモダンの人たちは今の傾向と同じことを言うんですよ。 疲れるから最後に締めてくださいとか、自分が今動けるようになっているのでいい踊りできているのであの手を加えないでくださいっていうのを言う人たちが日本の選手でもいるんですね。だから日本の選手も世界のトップになりうる要素を持っている人たちがいるんですよ。そういう人たちを強化してもらいたいなっていうふうに思います。先ほどあのトップ選手と。 トップになれなれいい選手の違いみたいなお話をしたと思うんですけどあともう一つその私の分野からあのお話をさせていただくとボールルームやってる人なら誰でもあのご存知のヘーゼルっていうボールルームの女性のケアをさせていただいた時の話なんですけど首を痛めてるから見てやってほしいでそれが現役最後の試合だったんですね。 で今でも覚えてますけど「飛天の間」でジョナサン・ウィルキンスとの最後の試合の時に首が痛いっていうことであの見せていただくっていう話になって観察をして人間の体の評価をした時にあこれあの左の足首が良くないですっていう話をしたらあだから首に来たたのねっって言ったんですよ僕はそれにびっくりしてしまって。左の足首を痛めててるっていうことは 右の足首に荷重がかかるということなんですね。で、そうなると左の足首が動きづらいので、それを右で代用する。その結果、右の膝に問題が生じてくるんです。で、今度それを継続してくると、左の股関節に異常が現れてくるんですね。で、その結果、最終的に右の首っていうところに問題点が出てくる。 これってこういう理由なんですっていうのを説明したんですけど彼女は理解してた首が痛くなる前にその前提にこういう現象が起きていてそれをたどっていくと一番最初に足首がおかしかしったその流れを彼女は分かってたんですこれはすごいなと思いましたその自分の体の評価をアスリート自身ができてるっていうのはものすごいことでこれがチャンピオンなんだ っていいう,うに思いました例えば橋本先生とか浅村先生は10年以上体を見せていただいてるんですね。で最初からそうだったかって言ったら多分そううじゃないと思うんですよただすごく練習をしたり努力をしたりレッスンを受けたり技術が上がってった中で体のフィーリングも良くくなっていくわけですねである一定のレベルまで来た時に「あ今日俺調子いいぞ」と。 これだったらこのままいけるぞと分かったタイミングがあるんんだと思うんです一番最初から彼らがあ「もう今日大丈夫だからいい」って言ってたわけではないんですよね。だからそういった意味では最初から天才だったわけじゃないということにもなるのかなって。だけど努力していったことで身についてきてで自分の体を評価できるようになってきてるよっていう状態。だからもうこれから世界へ飛び出していくのにもう準備はできてるんじゃないのっていうふうに 感じますもういつブレイクしてもおかしくない日本の選手があの世界チャンピオンになる姿は絶対見てみたいけれども強化っってていいう部分で足並みが揃ってない例えば水泳でいう北島康介さんが金メダルを2個も取ったあれは取取るべくして取ったものすごい努力もしたと思うんですけどチーム北島というのがあってそれこそ。 そのメンタリティーな部分もそれから肉体的な部分もそれから栄養的な部分ももちろん技術的な部分も含めてですよいろんなスタッフがいて北島康介を強くしただからこそあれだけの成績が残せたっていうのが僕の認識なんですね。だけどその日本の場合は自分だけで努力してる。 例えばイギリスというところに何回か行かせていただいてよく分かったのは日本のプロっていうのはダンス教師をする人が日本でプロと呼ばれている人たちでダンスを教えている人たちがその教えていることによってお金を稼いでそれを自己投資してイギリスに行ってますよね。自自分分でで稼いだ金を自分で消費ししてて一生懸命努力しているでこれは自分だけの力でしかない。でも やはり今現在こんだけ力の差があるわけですからその力の差を埋めるほどの不正質の天才が現れるのを待つのではなくて作るっていう日本がワンチームになって一人の選手あるいはファイナリストでもいいですそういう人たちを育てていくっていうことをしないとこの時間差は埋められないと思うんですねたった一人の力でできるものじゃないと思います。 今それだけ差が開いちゃってるっていうのが現状ではないでしょうか。